っぷり巻いていました、はい、これを見てコーチ陣にやっと笑っていましたね。さあ金森だ、うん、金森シュート決まった。先制したのはアビスパ福岡、前半の9分一瞬の隙を捉えました。金森のゴール、金森今シーズン2点目、7試合ぶりのゴールが炸裂しました。なんとなんと先制したのは最下位のアビスパ福岡です。今のシーンです。国本そして金森ですね、はい、まあ、素晴らしいつなぎからのゴールでしたけど